ちは。こんにちは。塩田正弘です。今日は、肘締めについて解説したいと思います。肘締めは、養心館、塩田剛造先生の合気道をやってる道場では、よく行っていますが、他の流派だとあまりやっていないのではないでしょうか。ただ上柴先生は結構肘締めも昔はやっていたみたいで、その肘締めについて解説したいと思います。肘締めは、いろいろな道場でやっぱり避けている先生も多かったり、ね、怖いからやりたくないっていう生徒さんも多かったりするんですけども、本当はそんな、肘締めは痛めるものではなくて、もっと優しいものだというものをこう説明していけたらなと思っております。はい、で、はい、はい、こんなの書きました。今日は、みんなに優しい肘締めですね。丸1、まあ、肘締めってそもそもどうやって決めるのかですね。この前、YouTube にアップして質問をいただいたんですけども、私は正面向きで教わってましたが横向きで決めるのでしょうかとか、そういった質問がありました。そういったことも解説していきたいと思います。2つ目はなぜ相手は起き上がれないのか。まあ、肘締めやったら、まあ、相手は起き上がれないんですけども、それをね、相手がこう痛めつけて起き上がれなくさせているんではないかっていうことがね、結構勘違いしている人がいるので、そうではないっていうことをお伝えしたいと思います。で、3つ目、肘締めの応用。まあ、肘締めができれば、まあ、そうなんですよね、何でも、いろいろな技にもつながっていて、面白い技なので、こういったことこを説明していきたいと思います。はい、でね、塩田剛造先生の肘締めってね、前回も登場したダイナミック合気道、塩田剛造先生が袴でない食う技をかけてるんですけども、こういったものがあるんですよね。これ肘締め決めてますよね。どちらかというと肘を抱え込んでなくて、まあ、下から落としてるんですけども、まあ、それも肘締め、私たちが普通にやってるのができたらこれもできるので、説明したいと思います。これ正面向いてます？横向きですよね。まあ、塩田剛造先生は横向きでやってるんですよ。まあ、なんで横向きでやるのかっていう説明をしたいと思います。で、肘締めはいろいろね、こう肩持たれたり、まあ、正面打ってこういってこうですね、行ったりするんですけども、基本はですね、まあ肘ちょっといいですか、はい、のね、こっち曲がらない方向がありますよね。基本、こう座ってると思うんですよね。曲がらない方向にこう決めるから相手がこう動くっていうことですよね。確かに、曲がらない方向にやった方が相手の体に響きやすいんですよ。なので、まあ、相手は崩れると。ただ、そうですね、まあ、これをですね、どうやって決めるのかっていうと、多分いろいろな方はね、こう正面向いてね、こう体の変更2をするようにしてこう決めるって教わった人もいると思うんですけども、こうね、横を向いて、ね、こう決めるであったりとかね、どちらでもできます。正面の場合はしっかりね、中心軸をね、定めて行う。横でやるときはどちらかというと集中力が必要ですね。この抱え込んでいる手は常に優しいんですよ。どうしても肘締めを決めるときに、こうね、ギュッて握りしめて相手をこうね、痛くさせちゃうことが多いと思うんですけども、そうではなくてね、優しく抱え込む。でね、こうね、ちょっとひねくでしょ。はい。これはね、相手をね、痛めつけようとしてないですね。集中力ですね。ここも、こう、触れてるところ1点に、ね、自分の体重をね、乗せるんですよ。と、崩れるんですね。だから、こう、抱え込んでこうやるのは、相手が嫌がるので、やめた方がいいですね。ですね。まあ、こういう感じですよ。今、ここが、ね、こう、ぐーってやったら痛いんですよ。でも痛かったら、ここが、肘の骨が折れたとしても相手の体に響かないんですよね。なので、まあ、一回でもそうですけども、相手の体に響く肘締めをしなくちゃいけない。肘だけ痛いのはこんな感じ。やられてね、
そうですね、全然動かなくても大丈夫です。動かないですしね、本当に強い人は動かないですから。でもね、絶対動いちゃうんですよ。いくら耐えててもこうだったら耐えれるんですよ。力、僕が力んでたら耐えられる。でも柔らかい、触れてるところは柔らかいからね崩れちゃうんですね。崩れちゃうんですかね。肘を痛めるんじゃない、相手の体の芯に響かせるのが肘締めですからね。肘逆関節に決めてっていう考えは違うと思いますね。で、なぜ起き上がれないかですね。さっきの塩田剛造先生のまあ肘締めってこんな感じでしたよね。今ね、ここね、上半身のこの伸びを使って相手を押さえてるんですけども、相手は起き上がるときにね、こっちで、ね、起き上がりますけども、今ね、ここにね、力がかかり続けてるんですよ。だから、起き上がれないし、まあ、もう少しこうやれば起き上がろうともしないようになるんですよ。そうですね。ただ、力んでたら、相手はね、起き上がろうとしてくるんですよ。だから、力まない、優しく。どこまでもね、下に下げれるんですよ、ここでね。はい、なんでですね。でも優しいでしょ、この触れてるところが。そうですね、うん、強く抑えられてないのに、だな、しかっていきますんで。はい。ね、そう、優しい手で触れられてる。まあ、優しい手でね、相手を制さないと、まあ、どこまでも下にはいけないですね。相手はやっぱ反発してきますから、そういう反発心も起こさせないのが、理想な崩し方ですね。はい。なので、まあ、相手はね、まっすぐ起き上がろうとしてるけども、僕はここにね、一点に力を集中してかけてるんですよ。なので、こっちに軸を行かせないですね。ここにずっとかけ続ける。そうすれば、相手は起き上がれない。ね、4箇条の時も説明しましたけども、4箇条をこうね、決めて、相手の軸をこっち側だったら起き上がれちゃうけども、こっち側にかけ続けるんです。ね。だから起き上がれないんですね。確かに。こっちにはいけないですね。いけないんですよ。立ち上がろうとする軸の方向にいけないので、相手は起き上がれないんですね。はい。なので、ちょっと3つ目のね、肘締めの応用を聞くと、ちょっと今までの肘締めのやり方が変わるかもしれないですね。肘締めは肘を決めなくてもどこでも決まるっていう話ですね。はい、はい、なので今肘逆関節でやりましたけども、逆じゃなくてもこっちね、肘が曲がる方向にやっても決まるんですよ。ただ力でやってる人はね、こうやったらこうね、相手に肘曲げられちゃいますし、効かないですから、柔らかいでこう崩すんですね。どんな感じです。いや、一瞬で分からない感じがありましたか。一瞬で分かんないですね。ね、こうね、まあ、こうだったら簡単なんですよ。ね、肘の方決まってたら相手の体に響きやすいんで、肘だったら簡単ですけど、こう関節が曲がる方、こうで、こう力んじゃダメですね。こう力強くグーってやられたら相手嫌がりますから、そういったことは絶対しない。もう常に何されるんだろう、相手は何されるんだろうっていう感じ。次何しますかね。で、こうやってね、自分の軸が進むときにブレてっちゃダメですね。こうね、こうやって響かせるんですよ。こうじゃないです、こうだと。うん、大丈夫です、耐えます。大丈夫だし、ね、これが肘逆だったら嫌でしょ、これ痛いです、ここは痛くなります、ね、ここが折れても相手の芯に響かないからね。こう柔らかく、このね、持ってる手もね、力んでたらね、もうこれ、この時点でできないし、なんか反発もされちゃいますから、もうね、優しくうってね。ね、すみません。で、これでね、ちゃんと自分の体重を下げれば、この下に下がるわけですね。これが肘締め。ちょっと究極で難しいんですけども、相手のね、手の遠い側だったら、遠くだったら難しいです。こっちだったらできるようになってくると思うんですけど、こっち難しいんですよね。手首のあたりに肘を乗せる。これもね、グッて力んじゃったら、ね、何も効かないでしょ、うん、そうそう。だから自分の軸をぶらさずにこうずらしていくんです。はい、ね、こうじゃない、動いちゃいました。動く、柔らかく自分の体重をね、乗せてくる、スッとね、こう動く。効きますね。うん、効きますよね。
耐えれば耐えるほど効きますね。こうやったら、うん、自分も疲れちゃいますからね。相手も疲れないですよ、これね。だから、うん、全身の力みなくやらないとブレちゃいますから。そうですか。はい、力みなくできるといいですね。はい、あ、相手を痛めようと思っていたらできないですね。はい、でね、これは警視庁もよく使う、ね、実践的な技で、ね、結構すぐにね、こうね、肘を返してバッて決めることできるんですけども、それは、上辺だけですね。もっとやっぱ合気道を学べば、まあ、そういうことだとね、いずれ効かなくなってくることが分かるので、その後しっかり優しさを持って、肘締めを行えるようにしてみてください。はい、以上で肘締めの説明を終わります。もし動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。